もういい加減にしなさいよね。長い付き合いなんだからちょっとくらい待ってよ。ちょっとじゃないから言ってるんでしょ。私の名前はエリカ。亡くなった両親から引き継いだこのケーキ屋を必死で守っているのだが。一体何ヶ月分の家賃を滞納していると思ってるの。それは経営はうまくいかず、店の家賃も何ヶ月も払えていないような状況だ。大家である吉川さんにはいつものごとく口うるさーく怒られている。何よ吉川さん、私が子供の頃は可愛がってくれたじゃない。私の幼少期の可愛さを思い出しなさいよ。家賃ちょっと待ってよ、お願い。ねえ、幼少期の私の写真見せてあげるから。はい。そんなの見て何になるのよ。確かにあんたは小さい頃可愛かったけど、それとこれとは別、家賃は耳揃えてしっかり払いなさい。ダメか。滞納分全部来月までにね。できなかったら出て行ってもらうよ。いい？え？来月？そんなの無理よ。見てよ、今日だって一つもケーキ売れてないのよ。知らないわよそんなの。どうにかしてお金作ってもらうわ。まったくもう、家賃払わない上に逆切れなんてとんでもない女だね。小さい頃は素直で可愛かったのに、天国のご両親が今のあなたを見たらどう思うのかしら。それを言われてしまうと何も言えない。確かにこの店の経営は火の車。両親から引き継いだこの店をこんな風にしてしまったのはとても申し訳なく思ってはいる、思ってはいるのだが、でもどうすりゃいいのよ。来月までに家賃滞納分全部なんて、何か大きな出来事でもないと無理よ。競馬か競艇か競輪か、何がいいかしら。ギャンブルでどうにかしようとするな、プニ。お、久しぶりのお客。いらっしゃいませ。すみません。あなた、どうしたの。今にも倒れてしまいそうなほどフラフラの状態で、ただごとではないことは一瞬で理解できた。これでケーキをください。ママが明日誕生日なんです。これじゃ足りないですよね。でもお小遣いこれで全部なんです。どうかお願いします。一番安いやつでいいから美味しいケーキを。はあ、何言ってるの。やっぱりダメですよね。わかりました。邪魔しちゃってごめんなさい。違う違う、そうじゃないわよ。こんな大事なお小遣いもらえるわけないでしょ。あんたのママのケーキは私からおごってあげるわ。そんな悪いです。いいからいいから、ちょっとそこに座ってて。正直この店には見知らぬ少女にケーキをおごるほどの余裕はない。ただこのまま放っておくことはできず、私は少女にケーキをおごることに。今日も売れ残りのケーキがこんなに。そうだ、はいどうぞ。私がママのケーキを準備している間、よかったら食べてね。いや、でもダメです、ダメです。私お金払っていないのに食べられません。ママの分だけで十分ですので。いいからいいから、本当に申し訳ないので。絶対に食べません。だってこんなによくしてもらっても私から返せるものは何もないし。もしかして優しくするだけして最後にとんでもないお金請求するとか。やだ怖い。あのね、いいから食べなさい。あんたからお金請求したりしないから。どうせ売れ残りなんだから、うちの売り上げの悪さ舐めてるの。大人にこんなこと言わせないで。子供は黙ってケーキを食べる。死なごと言わずにケーキを食べる。すみません。それじゃいただきます。このおばさん怖っ。でしょ、味には自信があるのよ。本当に美味しいです。初めてこんな美味しいケーキ食べました。元気になってきたわね。あんなに遠慮してたくせに、すごい勢いで食べるわね。だって、
あまあ、誰も取りやしないから安心して食べなさいよ。少女は私のケーキを美味しそうに食べてくれた。そうだ、経営が苦しいことには変わりないけど、こうやって人に喜んでもらうために私はケーキを作っているんだったわね。はい、できた。これママのケーキ、喜んでくれるといいね。うん、そういえば名前聞いてなかったわね。あ、ありがとうございます。ももこって言います。ももこちゃんね。それと何があったのか聞かせてくれる？実は私、近くの病院に入院してるんです。昔から持ってた持病が悪化しちゃって。そう。でもママはたまにしかお見舞いに来てくれません。え？それって。違うんです、ママは本当はとっても優しい人です。だけどパパが出て行ってからママは変わっちゃったんです。ママはお外に彼氏を作って、それでお家のこと嫌いになっちゃったみたいです。そんな。しかもこんな風に私が入院しちゃって迷惑までかけちゃって、ママはきっともっとお家のこと嫌いになるかも。だからママに少しでも笑顔になってほしくて病院を抜け出してケーキを買いに来たんです。看護師さんにこの辺りに美味しいケーキ屋があるって聞いて。それで。そうだったの。でもきっとこのケーキ絶対にママも好きになってくれると思います。ああ病院の近くにこんな美味しいケーキ屋さんがあるなんて。もっと早く知りたかったな。ママにサプライズで渡しちゃおうっと。あのね、ももこちゃん、このケーキ屋さんは私の両親が始めたの。両親はこの店の経営に必死でいつも忙しくて、もちろん私のことは大事にしてくれたし、一生懸命働くのも私を育てるためだって分かってた。でもやっぱり寂しかったな。もっと一緒にいたかった。それで今は？父も母もきっと心労が多かったんだろうな。若いうちに二人とも亡くなっちゃった。まだまだ両親とやりたいことたくさんあったのに。その上、両親が残してくれたこの店は今にも潰れちゃいそう。ほんと、親不孝な娘よね。ああ。だから、辛くてもママに喜んでもらおうって頑張ってる桃子ちゃんは、偉いと思うな。そんなこと、おばさんはすごいです！こんなに、こんなに美味しいケーキを作れるんだもん！親不孝なんかじゃないです！人のことを喜ばせることができるんですよ！今のおばさん見たら、きっとおばさんのパパもママも安心ですよ！え？ありがとう。あれ？こんなところにいたのね。まったく。迷惑かけるんじゃないわよ。さて、それじゃ、そろそろ病院に戻る？看護師さんたちも心配してるでしょ。あ、いけない、こんな時間だ。病院抜け出したことバレたらまたママに迷惑かかっちゃう。もう迷惑かかってるんだけど。ママどうして。あなたが病院からあんたがいなくなったって連絡来て、彼氏とデートしてたのに仕方なく切り上げて探し回ったのよ。こんな汚いケーキ屋で何やってるのよ。もういいから、彼氏待たせてるんだからさっさと病院に戻るわよ。急に現れた桃子ちゃんの母親は、聞いていて嫌気がさすほど自分軸でしか物を言わない人だった。このまま帰ってしまうと、きっと桃子ちゃんが言う元の優しいママには戻らないだろう。ちょっと待ちなさいよ。は？何？他人は首突っ込まないでくれる？あんたね、おばあさん、人の店のこと汚い店とか言ってんじゃないわよ。怒るポイントそこ。あ、違った。桃子ちゃんの話もちょっとは聞いたらどうなの。あんたのデートを邪魔されたとかなんとかよりも、
桃子ちゃんがどうして病院を抜け出したのかとか考えてみた？はあ？知らないわよそんなの。おばさん、いいよ、大丈夫、私が悪いの。桃子ちゃん、この子もいいって言ってるじゃない。余計なお世話なのよ、放っておいてくれる？桃子ちゃん、ごめんね。サプライズって言ってたけど、ママに言っちゃうね。何の話よ。ちょっとあんた、ここに座りなさい。はあ？だから私はデートが。いいから、これから大事な話をするから。ちょっとエリカさん、家賃の滞納だけじゃなくてドアも壊してるらしいじゃないの。めっちゃくもう。え？ちょっと大家さん、このタイミングで来る？出直してもらえる？今私忙しいのよ。忙しいっていうのはあれよ、店が忙しいとかじゃなくて、家賃はまだ払えないけど、ちょっと別件で。聞いてる？どうしてあんたたちがここにいるのよ。え？知り合い？は？母さん？おばあちゃん、なんでここに？母さん？おばあちゃん？え？どういうこと？親子なの？この親子と大家さんのまさかの関係を知り、何が何やらという状態だったが、私は言うことを言わなくてはいけないと思った。うん、まあこの際だから大家さんも座ってもらって。まず家賃とドアの修理はちょっと待ってもらえる？到底払えません。引っ張り言わないでよ。まあまあまあ、そんなことより次の議題。あのね、あんた。何よ。桃子ちゃんがね、ここに来てくれたのはあんたに誕生日ケーキを買うためなのよ。体調が悪い中ここに来てくれたのよ。え？そんなの知らないわよ。結果として私に迷惑かかってるんだから、そんなサプライズいらないっての。はあ？あんた、桃子ちゃんがどんな気持ちで。娘より彼氏の方が大事なわけ？普通娘がいなくなったら彼氏とのデート中だろうと飛んでくるでしょ。それはちょっと待って、あんた今の本当なの？はあ？関係ないでしょ。関係なくないわよ。何やってるの？それでも母親？ふっさいわね。喧嘩しないで。私のことはどうでもいいから、二人には笑っていてほしいよ。桃子ちゃん、ママ、私のせいで迷惑かけてごめんなさい。そんなつもりはなかったの。ただママに喜んでもらいたくて。これ本当は明日ママに渡す予定だったけど、二人に仲直りしてほしいから一緒に食べよ。おばさんのケーキすっごく美味しいんだよ。私ママごめんね、ごめんね。私間違ってた。自分のことしか考えられていなくてごめんね。ママは桃子のこと大好きだよ。あんた、やっと反省したんだね。私もずっと悪かったよ。そうそう、些細なすれ違いからあんたとは疎遠になってしまって気にはなっていたんだが、年のせいかね、こっちから連絡することもできなくてね。なんか困ったことがあったらいつでも私を頼っていいんだからね。ママ、おばあちゃん、仲直りできてよかったね。私、こんなに勝手なことばかりしたのに、桃子は優しくしてくれるんだね。もちろんだよ。だって私どんなママだって大好きだから。もちろんおばあちゃんのこともね。まったく、人の店で何やってるんだかこの親子と言いつつ、私はとても満たされた気持ちになった。桃子ちゃんのお母さんはきっと前の優しさを取り戻したことだろう。さーて、それじゃあサプライズは失敗だけど、みんなでケーキ食べましょうか。大家さんもお母さんも怒ったり泣いたりしてお腹減ったでしょ。そうね。おいしい。ほんとだわ。でしょ。3人は私のケーキをとても喜んで食べてくれた。桃子ちゃんのお母さんは病院の方へのお詫びとして
ケーキをたくさん買ってくれた。そして3人は今後のことをしっかり話し合うということを約束してくれた。よし、大丈夫そうね。まあ、この店は全然大丈夫じゃないんだけど。あの大家、こんなことがあったのに滞納分の家賃は免除してくれないなんてケチね。聞こえてるわよ。それとこれとは話が別。ちぃ、数日後、あれから何にも変わらず、店の経営は危ない状況のまま。と思われたのだが、ある奇跡が起こった。はーい、オープンの時間ですよ。って言っても、誰もお客さん来ないんだろうけど。うん？ここが桃子ちゃんが言ってたケーキ屋ね。うわー、どれも美味しそう。え、こんなにたくさんお客さんが？ありがたいけど、一体何が起こっているの？おばあちゃん、こんにちは。あ、桃子ちゃん、急にうちの店忙しくなったんだけど、何があったのか知ってる？実は、あの時病院の人たちに買っていったケーキがすごく好評で。私も病院の友達にここのケーキ屋さんたくさんおすすめしたんです。うわー、そうだったの？とっても嬉しい。この調子なら家賃の滞納分もドアの修理代も払える。両親の店も守れる。奇跡のようだわ。本当にありがとう。あの時はまさかこんな結果になるなんて思っていなかった。人に喜んでもらいたいという気持ちが起こした奇跡だと思う。よし、忙しくなるわね。頑張らなきゃ。エリカよ。プニだプニ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。プニ、今回のエリカはおばさんって言われても怒らなかったプニね。え、なんてこと。今すぐ訂正して動画を差し替えて。無理だプニ。よかったらみんな動画の感想コメント欄によろしくプニ。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援してちょうだいね。そして私のことはお姉様と呼びなさい。ごめんさませプニ。